はい、どうもこんにちは、ともきんこと、ともがいりょうたです。今日帰りに電車乗ってて思ってんけど、電車の中って広告で溢れすぎてるような気がするんですよね。だから一つ広告あるとして、すぐ近くにある広告のせいで宣伝効果が全く台無しになってしまうっていうことがあると思うんですよ。え、何言ってるかわからへんって。じゃあね、まずいい例が一つあるんで、この画像をご覧ください。はい、後ろ側の広告が痴漢はあかんで、絶対あかんでって言いながら、前の広告がそれでも私はやってみたいってね。いや、そんな鋭い眼差しで言われてもって感じやんね。これは一つ一つやったらすっごい PR 効果を持った広告なんですけど、でも二つあるがために、これお互いに宣伝効果打ち消し合ってるんですよ。これはね、むっちゃもったいないですね。それでね、まだこれだけじゃないんですよ。じゃあ2枚目の画像をご覧ください。はい、日本には野球があると思ってましたってね。いや、結局ないんかいって突っ込みたくなりますよね。で、結局この2つから言いたいことは何かって言ったら、広告1つがめっちゃ良くても配置が悪かったらえらいことになるよっていうことを言いたいんですよ。だから、この鉄道に限らずに、みんな学校とかでポスターとかそんな貼ることがあると思うんですけど、ちゃんと位置を考えて貼るようにしましょうね。はい、じゃあね、ボイパ講座に移っていきたいと思います。今日はですね、リクエストからサンプルビートでサンバホイッスルを使ったサンプルビートを教えてくださいっていうリクエストがあったんで、これを今日はみんなに紹介していきたいと思います。じゃあまずはサンプルビートの実演をご覧ください。まずこのビートパターンを紹介する前に、サンバホイッスルはできますよね。これ軽く紹介しておくと、ハブエ、このハブエを出します。で、このハブエが出せた後に、低い声で、うーという風に言ってみてください。すると、うーっていう音になります。詳しくはこれサンバホイッスルの過去の動画、リンク先を貼っていますので、そちらで確認してください。で、次にビートパターンになるんですけど、今回のビートパターンは、言葉で表すと、ボンズカツカツカボンカ、ボンズカツカツカボンカ、これの繰り返しになります。で、このボンの位置にサンバホイッスルっていうのを入れてやりましょう。これで完成します。あと、もう一つポイントとしたら、ボンのところでブンブンとか、ノードベースを入れてやると、いい感じにビートが仕上がります。で、それからあと補足で言っておくこととしたら、まあ、特にはないんで、あとはゆっくりとしたビートをやってみます。はい、ゆっくりやったらこんな感じになります。ぜひこのサンプルビート習得して、いろんなところで披露しちゃってください。はい、今日のボイパ講座いかがでしたか。こんな感じで皆さんからのリクエストに答えています。 Facebook、YouTube、Twitter、どちらでも構いません。メッセージ、コメントをお待ちしております。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録をして動画の最新情報をゲットしよう。それでは、スポッ See you next time。 また次回もお楽しみに。